踏み出せばそこに僕たちが今は先サクラ行きまーす。水木ゆき風一番乗りよ。伊賀は先、剣山。せい、は、とどめ。は、や、は、二連か。や、この、よし。これで終わりよ。あれは強化外骨格を確認。みんな十分に注意しろ。今データを送る。フリーダムオブアフリカ社製のピストオブスティールだな。外角を分厚い装甲で固めていて、主に格闘で敵を攻撃するタイプだ。あんなものまで用意してテロリストにしては随分リッチね。もう、硬いの苦手なんだよね。私の雷撃で中身ごとぶっ飛ばす。行くわよ。あなたについてこられるかしら。伊賀は先、剣山。はっ、ラスト。ラスト。屋上制圧を確認。全チームよくやったぞ。えへん、これでヘリポート確保だね。楽勝楽勝。やっぱり大したことなかったわね。みんな待って、何か来る。多脚戦車、奴らの虎の子ってやつね。テロリストのくせにリッチすぎなんだけど。フリーダムオブアフリカ社製の多脚戦車テンペスト、主武器は 12.7 ミリ重機関銃、副武装は 7.62 ミリ機関銃か。こりゃ凶悪だ。全チーム気を引き締めて来るぞ。
出せと。刺激尋常だね。はっ、任務完了。さあ、祈祷しましょう。オーケー、全ミッションクリア。みんな、訓練終了だ。フーマ、あんたどういうミッション設定にしてんのよ。どこの世界にあんな軍隊みたいな装備のテロリストがいるのよ。そうそう、敵の設定やばすぎだよ。あの戦車とか、私のお小遣いの10年分ぐらいありそう。いや、100年でも足りないかもな。それだけ最近のテロ組織の資金は豊富なんだよ。ネットを駆使して世界中から資金を集めたり、中には油田まで抱えている超リッチな組織もある。ほえー、大金持ちなんだね。まったく、悪がのさばる嫌な世の中ね。そうね。だから、今ぐらいのミッションで適切だと思うわ。風魔くんこそ、どうかしら。ツーマンセルの部隊運用は慣れた？はい、浅木先生。一通りやってみた印象ですが、6人を3等分、3つのコマにして有機的に動かすには、かなりの繊細な指揮が必要だなと。でも、なんとか慣れようと思います。期待しているわよ。君には、是が非でも、この携帯の指揮をマスターしてもらわないと。ん？ということは、やっぱり今の部隊運用は、何か具体的な任務を想定して？ええ。それは今から説明する。計画した、当人の口からね。ふん。浅木、彼が君の推す例の人物かね。どうも、風魔小太郎です。いや、堅苦しい挨拶は抜きにしよう、風魔君。君の素性や能力については、浅木から聞いている。風魔壇上の息子にして、風魔宗家の現当主。五社学園における成績は中の上。友好関係は広く浅く、家では腹違いの姉であり、後見人の女性と二人暮らし。趣味は、大魔人に関する情報が載った書物を読み解くこと。特に興味が惹かれるのは、忍法に関する書物である。壇上とは少し面識があってね。この任務に浅木が君を推薦したとき、運命のようなものを感じたよ。親父、ですか？
どうかしたかね？いえ、何でもありません。うわ、なんかかなり調べられてるって感じね。いや、お前たちも調べられているだろう。おそらくだが、俺以上には。え？何やら誤解があるようだが、詳しく調べたのは風魔小太郎くんだけだよ。よかった。いや、よくないけどな。ただ、少し驚いたな。思っていたより随分若い。あら、彼に何か不満でも？何もないな、アサギ。私は君に全幅の信頼を置いている。君が推すのなら、彼はこの計画にふさわしい人物ということだろう。相変わらず大行ね。でも、正しい判断だわ。あの、それで？その計画っていうのは、さっきのトゥーマンセルの訓練と何か関連してるんですか？ああ、その説明がまだだったな。実は今、我々は新しい対魔忍部隊設立を進めている。新しい部隊？そうだ。君も知っての通り、政府はこれまで、日本における魔界勢力の活動を対魔忍の力によって対処していた。だが現在、それだけでは追いつかない事態も起きている。我が国の中だけでなく、国境を越えグローバルに活動し、魔界勢力と関係しようとする悪辣なテロリストの存在だ。確かに。最近ろくでもないニュースをよく聞きますね。うん。そんな連中に対抗するため、国際的な活動を主とする部隊の設立が急務となった。へえ、CIA の対魔忍版って感じ？ハリウッド映画みたいで楽しそう。国際的って言うと、海外旅行とかにも行けるのかな？もちろんだ。まあ、旅行気分では少々困るが、必要とあれば世界中のいかなる国にも飛んでもらう。作戦本部はこの五社学園内の地下施設に設置。専属事務職員、補給班、通信班など約30名。対魔忍を中心とした戦闘員は最大で100名以上。風魔宗家当主、小太郎君。君にこれらの人員の運用と指揮を任せたい。俺が、ですか？そうだ。現時刻をもって、私はここに、対魔忍特務中隊の設立を宣言する。対魔忍、特務中隊？ひとまずの中隊メンバーは、今ここにいる諸君。これ以降は、風魔君の判断で自由に組み入れて構わない。おめでとう、風魔くん。期待しているわよ。おお、なんかすごい肩書き。やったね、風魔くん。風魔のくせに大出世じゃない。ま、私を指揮するならそれくらい偉くならないとね。いや、待ってください。でもそれじゃあ、独立遊撃隊はどうなるんですか？独立遊撃隊というと、君の五社の対魔忍部隊での活動のことだな。あちらはあちらで今まで通りよ。特務中隊はあくまでも期間限定。解散すればまた戻ってもらうわ。なるほど。期間限定。さて、君の意思は？この任務、やれるかしら？はい。
もちろんです。俺にできる限り全力でよろしくお願いします。良い返事だな。ありがとう風磨君。ではここで副官を紹介する予定だったんだが、まだ御社についていなくてね。到着次第紹介しよう。副官ですか？優秀な人物だ。国際情勢に長けており、現場指揮官である君の護衛も務めてもらう。きっと助けになるだろう。はい、ありがとうございます。優秀で国際情勢に長けた、御社の外で活動してるタイマニンかな。あ、山本。ああ、こちらの読み通りだな。山本部長、一体これは？風磨君、それから中隊メンバーの諸君、我々がマークしていた標的が動きを見せた。早速ですまないが、君たちの出番、タイマニン特務中隊の初仕事だ。あなたについて来られるかしら。ミッション開始まで180秒。準備はいいですか、浅見先生。先生？今は君が指揮官でしょ。浅木でいいわ。あ、そうでしたね。あ、浅木、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。ちょっと、何顔を赤くしてんのよバカ風魔。浅木校長ばかり気にして私たちは無視のわけねえ。風魔くんは大人の女に弱いからにゃー。今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か？当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。さくらチームも OK、 バディともに元気だよ。よし、ミッション開始まで全チームそのまま待機。目的地まで20秒。ヘリは時速300キロだ。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。タクシー、目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。はあ？誰に向かって言ってんのよ。余裕余裕、この3倍の速さだって平気だよ。風磨くん、私たちはタイマニンよ。私が出るわ。私に任せなさーい。私も混ぜてよ。私が出るわ。3、2、1、5。伊川浅木剣山。今回の任務は
ビルを占拠したテロリストの排除と人質の救出だ。俺たちのチームは速やかに屋上を制圧、人質の脱出路を確保する。了解。ここのヘリポートを抑えるってことね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自、行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。そうね。この情報ではさほどの脅威はなさそうだけど。でも状況はどう変わるかわからない。全チーム油断せずに進みましょう。はーい。俺も指揮ドローンで状況を補足し、逐一最新の情報を流していく。みんな、敵に動かれる前に始めよう。行動開始。了解。よろしくお願いします、麻美先生。ええ。あなたの実戦における指揮能力、どれほどのものか試させてもらうわ。はい。ふふ、期待しているわよ、風魔くん。この、は、は、さよなら。よ、は、さよなら。は、は、ラスト。この、すい、は、ラスト。これで終わりよ。任務完了。さあ、起動しましょう。伊川麻美、剣山。決めるわ。は、決めるわ。は、ひれんか。や、かく、すいや。は、決めるわ。は、決めるわ。ひれんか。や、かく、すいや。ラスト。いや、は、これで終わりよ。